2018年9月6日の日記です。9月になりましたね。もう今年はあっという間にもう過ぎていきますね。毎年9月になるともう1年が終わりだみたいな感じに思いません？なんか昔から8月7月って夏休み終わったらもう今年も大詰めだみたいなね感じになると思うんですけど、私の方ももう夏休みが終わりです。来週の月曜日からまた学期が始まって、また教師としてねやる毎日が始まるんですけども、今回はなんと、2つの授業を教えることになりそうですね。で、2つの授業を教えて、さらに、個別でやるチューターもやるので、かなり仕事が多いし、給料も少し上がるんですよね、それで、のおかげで。まあでも、そうですね、かなり大変になることは間違いないですね。授業1個のクラスで前の学期でヒーヒー言ってたのに、2個の楽器を教えるっていうのは、まあでも自分がやりたいと言ったからやらせてもらえるようになったんですけど、てか髪の毛がやば。自分で手で髪の毛をかき分けられないから、いつもフーフーってやるしかない。で、なんだっけ？あ、そうだ。あ、そう、あし、もうこの、明るい色の髪とはもう今日でお別れです。若干寂しいですが、明日髪切るんですよ。もう学期が始まるから。髪がね、長すぎてね、なんかこれじゃあんまりプロフェッショナルじゃないので髪を切ります。そして今回はもう黒で行く予定です。日本に帰るまでは黒で行きます。日本に帰ったらまた染めたいかもしれないですけど、まあそのことどうでもいいんですけども、はい、夏休みもう終わりなんですけど、短かったです。何をしてたかというと、ずっと仕事してたわ、よく考えてみたら。でも休みの間もなんか給料もらえるみたいで、そうですよ、この前なんだっけ、あれを見たら、あれって 銀行の口座を見たらお金が、給料が入ってたんですよ。いつも8月の終わりに、あ、8月の終わりじゃない、いつも月の終わりに給料が入るんですけど、はい、給料が入ってたんで、もらえるんだとか思って、まあね、でもね、私、本当に仕事に頑張って打ち込んで、たくさん打ち込んでいたんで。授業の準備とかもいっぱいしたし、あとその個別のチューターでをあれ雇わなきゃいけなかったりしたので、自分そのリーダーなんで、その個別で教える係の、だからそれで何人かメールしたりとかスケジュール作ったりとかね、今いろいろ忙しいことを頼まれやってるんですけど、でも頼られてるっていうことが本当に奇跡ですよね。本当嬉しいですよ、頼られてるってことが。で、明日はそう、先生のオリエンテーションがあっていく予定なんですけども、そこでも自分がちょっと6分ぐらいプレゼンテーションする予定なんですよね。いろんな、やることがあるって幸せやねーって思うんですけども、でもなんかプライベートもなかなか今週は充実していて、なんか最近結構楽しいことがありましたね。先週の土曜日に幼なじみの S 君と一緒にカラオケに行きました。カラオケとか超懐かしい。この今住んでる超ど田舎のプロボっていう街なんですけど、カラオケがあるんですよ まあなんか日本のとやっぱ違うですけど、でも日本みたいな個室もあって、なんか大きい広い部屋でなんか何人か
がいてそこで歌うっていうのはなんか普通だけど、でも個室も借りるみたいな感じで、レース君と私は個室を借りて久しぶりにカラオケに行きました。すごい楽しかったです。なんか日本の歌とかあってね、なんか懐かしかった。そのカラオケも楽しかったね、夏の最後の思い出みたいなでもこのアメリカ、こんなど田舎にこんな場所があるなんてって感じでしたけど、結構面白かったです。で月曜日がなんか教会のなんか運動会、日本人で集まってる教会なんで、なんか日本みたいなことをよくやるんですよね、そういう日本みたいなのなんかそういうなんか活動みたいなんですけど、それで運動会っていうのに行って、自分はそこで司会を頼まれたんで行きました。それも楽しかった。その後その日本人の知り合いのお家に呼ばれて、なんかブドウがねその人のお家の庭になってるから、そのブドウがブドウ狩りをさせてもらったりとか、あとその家ってすごく大きくて、なんか犬とか鶏とかがいたりして、うん、なんか面白かったです。なんか鶏とか人生で触ったことないんで、初体験でした鶏。はい、であとねその日結構なんかいろいろあって、あの幼なじみの子がかアメリカに今留学に来てて、 その子と会っていろいろ話して、なんかすごいいろんな話をして、なんか昔からのすごい本当に生まれた時から知ってる友達だから、なんかすごいなんかやっぱり気持ちをよく理解してくれるなっていうふうに思いました。あとあの前の家に住んでた時の友達とかと遊んだり会ったりして、そう、その友達とその日同じ日に会って、でそんでその友達と一緒になんかまあその夏の間その友達は自分の実家に帰ってた人もいるから、なんか会えなかった人もいて、久しぶりにみんなに会って、でなんかその人たちそうと、まあ、また今度あのフットボール見に行こうねとかいろいろ、全然こっちアメリカに来てフットボールとか見に行く機会がなかったんで、宿題とか忙しくて、そうだからスポーツの試合とか見に行こうねとかそういう話とかして、ああよかった友達がまだ いてって感じですかね。まあそんなところでしょうか。じゃあまあこんな感じですかね。まあいろいろ盛りだくさんでした。で今週はまあいろいろ仕事のこととかいろいろあって、まあ実は学校の方に何回か行ったりしたんですけども、はい、まあまた更新が多分忙しくてできなくなると思うんで、またじゃあそのうち更新ができたらということで、さようならということで。